アメリカを空から見下ろすと、舗装道路に刻まれた不気味なバーコードのようなシンボルが見えるかもしれません。心配しないでください。これは監視用の QR コードでも古代の遺物でもありません。20世紀このようなシンボルは航空機や衛星のカメラを調整するために使用されていました。近くで見るとコンクリートやアスファルトに黒か白の塗料で塗られていることがわかります。一般的にバスケットボールコートよりも小さく、整然と並んだ線がたくさん引かれています。飛行機や衛星はこれを使用してイメージング機器を微調整してきました。これはカメラの視力検査のようなもので、光学解像度の限界を決定します。技術が進歩した今となってはこのターゲットはもう必要ありません。したがって巨大なバーコードはほぼ用なし。しかしネバダ試験場、アリゾナ州のフォートワ中華、カリフォルニアのトラビス空軍基地、そして世界各地にまだ多数散在しています。空から見える不気味なものに関しては必ずしも大きさが重要なわけではありません。例えば植物プランクトン、この小さな小さなバクテリアは取るに足らないように見えるかもしれませんが、集まると宇宙からでも見えるほどの壮大な傑作を作り出します。間近ではこのプランクトンは見えません。しかし NASA の衛星画像を使うと、これが形成する巨大な花のようなものを目にすることができるのです。まるでプランクトンが海を支配しているかのようですよね。このような植物プランクトンの花はこの植物にとって爆発的な成長期のようなもの。幸いにも衛星が拡大するプランクトンの様子を監視し、環境に悪影響がないかを追跡しています。怖いものが見たいからといって上空にまで行く必要はありません。西テキサスの可愛いアートの街マーファにある不気味な光を見てください。この幽霊のようなマーファの光は砂漠を通る67号線近くで夜に現れます。遠くから様々な色で輝き、その点が脈動したりちらついたり明るくなったり消えたりします。さらにまるで何か用事があるかのように砂漠の植物の上を飛び回ります。これはただの車のヘッドライトや牧場の明かり、キャンプファイヤー、あるいは大気中の奇妙な反射だという人もいますが、実際に目撃した人はこんなものは見たことないと断言しています。この幽霊のような光は1800年代後半から人々を怖がらせています。昔開拓者たちは暗闇の中でこれを追いかけましたが、結局は何もつかめませんでした。ニューメキシコ州のロズウェル市は超常現象や秘密で有名です。1947年ある男性が息子と牧場でくつろいでいた時、非常に軽い奇妙な金属の破片を発見しました。親子はその破片をいくつかロズウェルド保安官に持っていき、その後保安官はロズウェル陸軍飛行場のグループを指揮していたブランチャード大佐に連絡を取りました。その残骸が一体何なのかを解明中に、ある情報将校がロズウェル陸軍航空基地が実際の空飛ぶ円盤を手に入れたと公表。しかし数十年後、アメリカ空軍はその残骸はただの試験用気球に過ぎなかったと報告書を発表しています。ワシントン州のマナスタッシュリッジにはメルウォーターズという名の男性の土地にある奇妙な穴があります。人々の間ではそれがただの穴ではなく異次元への入り口だと囁かれています。長い間メルと彼の隣人たちはこの穴をプライベートなゴミ捨て場として使ってきました。家庭ゴミから壊れた家電製品まで何でもそこに捨てていました。どれだけ多くのゴミを捨ててもその穴は決して満杯にならないのです。しかしこの底なし穴では幽霊が出るというような奇妙なことも起こっていました。ラジオは変な信号を拾い、犬でさえこの穴には近づきたがりません。ウォーターズは時々不思議な黒い光線が穴から発射され、ラジオから過去の曲が流れることがあると主張していました。ちなみにメルがこの穴の深さを測ろうと試みたことがあるのですが、穴の深さは2万4000メートル以上あり、それでもまだそこに達していなかったのです。その後当局はウォーターズ氏にその土地を貸してほしいと頼みましたが、その穴は突如として消滅。今日に至るまで誰もその驚異的な謎の穴を見つけられていません。次の超常的な場所はユタ州ユインタ郡にあるスキンウォーカーランチ。この512エーカーの土地では100件以上の奇妙な出来事が報告されています。空中に消える動物、狂う磁場、神秘的な光、目が赤く光っている動物の目撃情報まで、騒動ばかりなのですが、これらの現象を調査し再現しようとする試みは全て失敗に終わっています。懐疑論者の中には現在の所有者がこれらの話をでっち上げていると考えています。だって以前の所有者からは何も異常なことは報告されていませんでしたから。
しかし人々はこの狂気的現象から利益を得続けているようです。スキンウォーカーランチについての映画やテレビ番組、ドキュメンタリーが制作され、謎は今も生き続けています。カリフォルニアのカスケード山脈に位置するマウントシャスタにも定評があり、何世紀にもわたって神話や伝説の中心地でした。この地域の先住民族はこの山を重要視しており、内部に隠された秘密の都市があると考えていました。この都市には輝く宝石や財宝が詰まった複雑なトンネルなど、数々の想像を超えたものが隠れていると信じられていました。1904年、あるイギリス人探訪者が山を探検している際に地下の村を発見したと主張。彼は金、古代の遺物、さらには巨大なミイラも見つけたと言っています。しかしここで思わぬ展開に。彼が探検チームをその村へと案内しようとした時、それは突如として消えてしまったのです。マウントシャスタには実際に村が存在していたけれど、長い間放棄されていたと考える人や、今もなおこの山には高度な文明が宿っていると信じる人もいます。お金をかけてまで不気味な場所に旅したくなければ、 Google マップを開いてみてください。不気味なものが満載ですから。まずはナスカの地上絵から見ていきましょう。これはペルーの砂漠にある巨大な地上絵。雲、渦巻き、鳥など様々な形が見られます。でもこれらは例えば飛行機やドローンなどを使って上空からしか見ることができません。しかし不思議なことに、これらの地上絵は人類が空を飛べるようになる前からずっと存在しています。一体どうやってこれがここに現れたのでしょうか。地上絵には未だ合理的な説明がなく、今もなお謎のままです。 Google マップで見てほしいもう一つの場所はライオライトゴーストタウン。ネバダ州のデスバレーの端に立つこの超不気味な彫刻を見てください。1904年に何がライオライトに起こったのか、ワイルドでクレイジーな成り行きをお話ししましょう。それはその地域で金が大量に見つかったことから始まります。そのニュースは伸びのように広がり、大勢の人々がライオライトに押し寄せ始めました。その地は栄えるようになり、活気のある街の全ての要素が揃うようになりました。アイスクリーム屋さん、学校、銀行、さらには製氷所まで。しかし運悪く事態は急降下します。1907年の金融恐慌に襲われ、町は正反対のデフレパーティーと化しました。人々は次々と底を去り、1920年にはたった14人を残すのみとなります。現代ライオライトを歩いていると面白い景色を目にすることでしょう。主要な道路を進むと、かつて金が詰まっていた今はもう崩れかけた銀行が見えます。ライオライトは5万本以上の瓶で作られた瓶の家でも有名です。パラマウントピクチャーズは映画制作の理想的なロケ地だと考え、1925年にその家を修復しました。観光客には足を踏み入れることのできない秘密の場所があります。それはバチカン秘密文書館。でも快適なソファーに座ったままここに訪れることができるんです。 Google マップを使えば。この図書館には超常的なものの鍵となるものが隠されているという噂があります。歴史と芸術、そして宇宙人のミステリーを混ぜ合わせた冒険に挑みたければ、バチカン市国と秘密文書館にぜひ足を運んでみてください。